湯浅真由子、若い頃、昔の伝説エピソードがすごすぎる。湯浅真由子さんといえば、日本の元女優、元タレントでした。現在はすでに芸能界を引退しているそうです。今回はそんな様々なテレビドラマやバラエティ番組に出ていた湯浅さんの経歴や誰も知らないようなエピソードを見ていきたいと思います。経歴。湯浅真由子さんは1987年2月24日に東京都練馬区に生まれました。家族の構成は両親と2人のお兄さんの5人家族でした。幼少期は写真から見てもわかるようにとても今と変わらず美人さんですね。湯浅さんは3歳の頃から水泳を9年間やっていました。それだけ続けられるのはとても素晴らしいことだと思います。小学校はあまり公開されておらず不明ですが、その時の学区から推測すると杉並区立三谷小学校か杉並区立篠宮小学校だと思われます。小学校時代は親が音楽が好きだったこともあり、ピアノも水泳の他に習っていました。中学校は東京都杉並区立井草中学校でした。小学校も音楽をやっていたので、そのまま吹奏楽部に所属しました。中学時代はホルンを担当していました。湯浅さんの吹奏楽部はとても都内では有名で、コンクールでは金賞を受賞しました。しかし、中学時代は生活態度が悪かったそうです。教室で段ボールを使って先生に注意されないようにしていたそうです。高校は東京都立の男女共学の第四商業高校に入学しました。偏差値はおよそ42だと思われます。高校2年生の時には渋谷でスカウトされました。そこから湯浅さんは芸能界へと足を踏み入れました。16歳の時にはミスマガジン2003に選ばれました。デビュー当時はグラビアアイドルとして一時期とても引っ張りだこでした。女優としては2004年にテレビドラマに初出演し、ディープラブ、あゆの物語で、あゆ役として活躍しました。同年にグラビアで第42回ゴールデンアロー賞グラフ賞を受賞しました。とてもすごいことですね。2014年には、受難で第23回日本映画プロフェッショナル大賞新人女優賞を受賞しました。その後は2020年に芸能界を引退することを宣言しました。昔の伝説エピソード。湯浅さんは自分も他人も納得してしまうほどのズボラな性格で、部屋などの片付けが苦手だと言っていました。テレビの番組では実家の部屋が紹介された際に、部屋の時計はすべて止まっていました。さらには帽子やバッグ、漫画などの本が山積みでありました。そのため部屋の床はほとんど見えない状態でした。漫画はいつでも読める状態にしていたと言っていましたが、床が見えなくなるというのは規模が全然違うと思いました。寝るときはどうしているのかと聞くと、パイプベッドを広げて簡易的に寝ているとのことでした。やはりこれも普通では考えられませんね。しかしこの生活も20歳を機に辞めて、家賃15万円のマンションをテレビ番組によって選び、引っ越しを決意しました。2006年にはテレビの企画した番組ですっぴんを公開しました。化粧したとこと変わっていたところは眉毛の長さくらいで、他はほとんど変わらなかったそうです。幼少期からの写真を見ても元がいいので納得できますね。他にもテレビの番組の中で、トンネルズの皆さんのおかげでしたという番組の緊急企画で、山里亮太作の妄想ドラマに恋人役で出演しました。主役である山里とキスをするシーンがありました。しかし本人は全然意に介しませんでした。週末のシンデレラ世界弾丸トラベラーのベトナム旅行では、相方の友人女性と路上で飲み歩くなどと自由ぶりを遺憾なく発揮しました。街角でフルーツミックス状のアイスを食べた時に、その果物の種を口から路上に飛ばし、相方の友人女性に頭を叩かれていました。湯浅さんは芸能界の中だけではとどまりませんでした。 SNS を中心に抗議活動が起こっている検察庁法の
改正に反対の意思を表明しましたと、そこでちゃんといろいろ勉強してるしバカではないのと綴りました。この発言は賛否どちらともありましたが、ネット上では称賛の声もたくさんありました。若い頃の画像集。岩佐さんは若い頃からグラビアアイドルとしても活躍されていました。昔はとても人気があり、たくさんの男性が岩佐さんのファンだったのだと思います。顔だけでなく、岩佐さんはスタイルがとてもいいですね。天は二物を与えずということわざがありますが、岩佐さんはそんなのはなく、とても素晴らしい授かり物をしていますね。若い頃からグラビアをやり、それで数々の賞も受賞しているのですごいですね。これは高校時代の写真ですね。この時から顔が整っています。冒頭に話したと思いますが、岩佐さんはすっぴんと化粧をした時がほとんど変わらないということです。この写真を見ても一目瞭然ですね。鼻筋がしっかりし、目もくっきりして、可愛い系というより美人系の方が言葉にふさわしいですね。この写真は芸能界を引退するといった頃の写真ですね。若い頃とは変わり、大人っぽくなりました。化粧もおそらく変わっており、印象もだいぶ変わりました。若い頃から今も変わらず美人でいられるのは、岩佐さんの努力もあったことでしょう。現在は芸能界を引退しましたが、次は介護の道に進むと宣言していたので、岩佐さんの素晴らしい笑顔を絶やさずに、次のステップでも頑張ってほしいですね。まとめ。このように岩佐真由子さんは高校の時から芸能界に関わっていました。グラビアアイドルにも挑戦し、さまざまな賞を取り、しっかりと活躍しました。そこから芸能界入りし、しっかりそこでも活躍されました。現在はもう引退してしまいましたが、これからも頑張ってほしいですね。